僕が目指す調和した地球社会のビジョンというのは、病気が発症する前に、病気の元となるような不要な細胞を検出し、それを除去するような、そういったことをして、将来生涯にわたって健康や維持ができるような社会を目指しています。僕自身の研究というのは、不要な細胞がどのように除去されているのかということを理解するために研究をしています。でその中でも特に死んだ細胞がどのように除去されるのかということをこれまで研究してきたんですが、ここ最近においては死んだ細胞以外にも老化した細胞とか機能の低下した細胞がどのように除去されるのか、また神経などにおける生きた細胞の不要な領域はどのように除去されるのか、そういったところの仕組みを理解する研究をしています。まず最初に寄付をいただいた方々に感謝します。これによって自分たちのやりたい研究ができるので本当に嬉しく思っています。でこの3年間でやることというのは、まず不要な細胞がどのように出現してくるのか、そのプロセスをしっかりと理解していきます。そして同時に、そういったものが出てきた時にどのように除去していくのか、その除去するためのモダリティ、すなわち手段や方法を開発していきます。僕の研究は細胞のリノベーションです。不要な細胞や細胞の中の不要な領域がどのように除去され、そしてまた新しくなっていくのか、そこを研究しています。次世代の研究者、特に学生への、メッセージというか自分の思いを伝えさせてもらうと、研究というのは本当に楽しいです。やっぱり今まで、みんなが知らなかったことを自分で明らかにできる喜び、またそれを使って新しいことを、作っていく喜び、いろんな喜びや楽しさがあります。で研究自体はうまくいかないこともあるので、楽しいことばかりはではないですけど、やっぱり面白いなと感じている。ただ研究をやるに上で自分に能力があるのかなとか、研究者としてやっていけるのかな、いろんな不安もあるかもしれません。でもまずはスタートを切るっていうことが大事だと思ってます。一人でも多く、研究に興味を持って、で特に研究では自分の個性が反映されるので、自分が得意なところで、勝負していく、そういうことをみんながチャレンジしてくれればと思っています。